はいどうも、モルさんです。さあ、年末ぐらいにね、髪切って、結構前髪が伸びてきました。というわけでね、まあ今回は、ちょっとね、久しぶりに、個人的にね、ちょっとやりたい、かき上げ。これね、昔動画にして、その時もね、ちょうど金髪だったんですけどね。まあ偶然。ちょっとね、久しぶりにやりたいなと思って。やっぱりね、かき上げが最強なんですよ。簡単だし、崩れにくいし、まあ、ジェルとか、グリースとかでやるからね、洗い流すのも楽と。まあ僕はね、髪がある程度長い時はね、大体センターパートかかき上げばっかりやるんですけど、短いとちょっとぴょんぴょん跳ねちゃうんで、あんまりできなくて、最近ねちょっと伸びてきたので、やりたいなと思います。じゃまずはねドライヤーで左流しなので左にかき上げていきます。なんか昔のジャスティン・ビーバーとかをイメージしてもらえると分かりやすいかなと思います。まあ黒目の上ぐらいで上げると、で上げつつこっちに降りてくる感じね。この毛流れをイメージしてドライヤーで立ち上げていきます。頭をねこう傾けてあげると非常にやりやすいです。今ねざっと横にこう流したんですけど、これねかき上げポイントがあって、横に流すだけだとペタって潰れちゃうんですよね。ぺったりした感じになっちゃうので、根元を起こしつつ流していくっていうのがポイントになります。こうふっくら起き上がるイメージ。まあ、方法としてはさっきのね横を向いた状態かつちょっと上を向きます。でドライヤーをこう当てるか、ドライヤーだけだと立ち上がりにくい柔らかい髪の毛の人、細い髪の毛の人、こういった人の場合はこう指をね使って髪の毛を指で挟んで、で起こしてあげます。で根元に風を当てて冷ますっていうのを繰り返します。これだけでかなり根元は立ち上がります。これはねアップバングだったりセンターパートだったり、まあこういうかき上げだったり、とりあえずね前髪を上げる、髪を立ち上げる、こういった動作の時にね必ず必須になってくるテクニックです。これをやってあげるだけで髪の毛の立ち上がりの持ちが全然違います。ぜひねやってみてください。もしね、こっちの、この手を正面から入れて、こう掴んでやるやつがやりにくい場合は、もうほぼ真上を向いた状態で、手を後ろから回して、この状態で握って根元を立ち上げる。この方がやりやすいっていう人もいるので、この辺は自分がやりやすい、まあ、正面か後ろか合わせてやってみてください。まあ、どっちも試してみてやりやすい方でいいと思います。僕は結構後ろからこうやった方がやりやすいタイプなんで、後ろからやります。はい、ドライヤーで乾かし終わりました。大体ね、ドライヤーで乾かし終わって、これぐらい形ができてればいいかなと思います。まあ、ほぼもう完成形ですよね。ただやっぱりね、前髪がちょっと短いんで、ちょっとぴょんぴょんしてますね、まだ。もうちょい長い方がいいかなと。このかき上げやるとき、起き上がってこっちに降りてくるまで、この距離がね、必要なんで、ある程度ね、長さが必要なんですよね。短い人がやるとね、こうやってぴょん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 出てきちゃうんで。なのでね、今回はそのためにも、ある程度ね、そのぴょんぴょんを抑えられる、こちらの整髪料を使っていきたいと思います。オーシャントリコジェックス。まあ、やっぱりね、こういったジェル系のワックスだったらね、しっかり固めつつ、まあ、立ち上げができると。やっぱりね、キープ力があったり、まあ、再整髪がいらなかったり、崩れにくいっていうね、まあ、そういった特徴があって、あとはね、お湯とかで簡単に洗い流しができます。そういうのもね、メリットの一つかなと。あとは、こういうかき上げヘアは、ツヤがあったり、ある程度こうまとまった質感の方がかっこよかったりするので、まあ、こういうジェルだったり、まあ、こういったクックグリースみたいなね、まあ、こういう固めのグリースとか、ツヤが出つつまとまるものを使ってあげるといいと思います。じゃあ、早速やっていきましょう。やり方はね、簡単。手のひらに伸ばして、で、あとは、なぞるだけ。ドライヤーで作った形をなぞるだけ。非常に簡単。グリースはね固まることはないんですけど、こういったジェルはつけた後すぐ固まってきてね、最終的にこうパリパリになってきちゃうので、髪の毛をね操作してる時間っていうのがねすごい短いので、ちょっと注意が必要ですね。パリパリに固まった状態でさらに操作しようとするとね、白い粉が出てきちゃったりするので、なるべく固まったらあんまり触らないようにしましょう。なのでそれまでにねこう形をしっかり作っていった方がいいかなと。まあ、そういった意味ではグリースより若干ハードルは高いかもしれないですね、ジェルは。こんな感じで全体になじませ終わったら素早く書き下ろして形を整えていきましょう。でつける量なんですけど、結構たっぷりめにつけないと後でこうツヤが出てこなかったりパサパサしちゃったりね、あとはこうちょっと浮いてきちゃったりするので、量はこうケチらずにしっかりたっぷりつけましょう。でちょっと手ぐしでほぐしにくい場合はこういった櫛とかでね
スッスッスッと早めに固まる前にね、やってあげるといいかなと。でこのかき上げてる側というかこう流してるこっち側ね、僕だったら右ね、こっちはねしっかり押さえたいので根元からこうつけてあげるといいかなと思います。さっき言ったね浮いてきちゃったりする原因になったりするのでしっかりなじませましょう。で最後串で毛流れをね全体整えてあげたらこれで完成です。めちゃめちゃ早い。でしかもねもう固まりつつあるっていうね素晴らしいスプレーいらず。でちょっと近くで見てみましょう。はい、こんな感じです。まあドライヤーで作った形がベースになってるのであれさえ作ってしまえばもうちょちょいのちょいで簡単にできます。ジェルでツヤとまとまりを出してあげてるのであのピョンピョンした感じもねさほど目立たないと。やっぱりねツヤ系ワックスとの相性が非常にいいヘアスタイルだと思います。はい、というわけでね久しぶりにこのかき上げヘアをやってみました。まあねリクエストがあったわけじゃなくてただ個人的に僕が今の長さでできるかなと思ってちょっとやってみただけなんですけど、うん結構いい感じですね。思ったより今の長さでもできてたんでよかったなと。前髪が目にかかるかかかんないかくらいの長さでもこれぐらいの、まあ、ちょっと短めのかき上げ全然できるので、まあ急いで時間ない時とかね頭でお湯でガーって濡らしてでドライヤーでこうかき上げてジェルつけてこうなじませてかき下ろして終わり。3分ぐらいでできちゃうので、まあ、かなり便利な髪型だなと思います。あとは結構カチッとしたい時とかね、まあ、ジャケット着る時とか、まあ、普通にスーツの時とか、まあ、そういう時でも全然いけるかなと思いますので、まあ、そういう時にも使えますし、あとリモートとかね今こうやっぱりテレビ会議みたいなのとかあとはこう、まあ、テレビ授業みたいなで、ね、リモートでいろいろやることも増えてると思うので、まあ、そういった時にもね結構いいんじゃないかなと、まあ、例えばねリモートでなんかありますよと、でもその後ずっと家にいるしワックスはちょっとつけたくないなみたいな、なんかベタベタするから4日かかったりできないしみたいな、そういった時にねやっぱジェルだとベタベタしないんですよね。もうパリパリになっちゃうんで固まって今みたいにねもうねこう全然ベタベタしないんですよね。まあパリッとね固まってくれるので、まあちょっとした用事の時とかにねこうサッとつけて、まあ、その後普通にこうソファーとかに全然頭つけて4日かかったり、まあ、寝っ転がったりしてもいけるので、ある意味室内向きの髪型でもあるかなと思います。まあ、今の状況にね非常に合った髪型なんじゃないかなと思いますのでぜひ試してみてください。それではですね今回の動画がもしいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。